こんにちは。尾張朝日市の行政情報をお届けする尾張朝日エクスプレスの時間です。今回は城山公園内にあるスカイワード朝日からお届けします。尾張朝日市のシンボルとして平成4年に開館したスカイワード朝日、今回はスカイワード朝日の指定管理者コニックス株式会社の矢部さんにスカイワード朝日について紹介していただきます。矢部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢部さん、スカイワード朝日なんですが、もう開館から20年以上が経つんですね。そうですね。さまざまなイベントや講座の会場としてご利用いただいているほか、展望室などにお立ち寄りいただくなど、市内外を問わず多くの皆さんに親しんでいただいております。はい、改めてスカイワード朝日の魅力教えてもらえますか。はい、まず2階の正面玄関を入ったところにあるのが市民情報フロアです。こちらに気楽に立ち寄っていただけるスペースとして図書コーナーやインターネットコーナーなどを設けています。その他に視聴学資料としてさまざまな種類のビデオ DVD を用意しており、ミニシアターを完備していますので、ぜひご利用いただければと思います。はい、ゆっくり読書したい方にはもってこいの場所ですよね。そうですね。またお友達と DVD を見るのもいいですね。はい、そうですね。そしてこの3階の、はい、民族フロア、歴史民族フロアなんですけれども、この後ろにたくさん馬がいるんですが、何かご存知ですか。これは馬の塔ですよね。さすが細井さんですね。無形民族文化財である馬の塔や棒の手の展示をしています。その他にも民具企画展として9月30日まで水と暮らしに関する展示を行っております。矢部さん、どんなものが紹介されてるんですか。そうですね、少し前までは自宅に当然のようにあった水瓶や昔のトイレなどを展示しています。今は水道をひねれば出てくる水ですが、昔は井戸から汲むなど苦労して手に入れてたんですよ。その他にも瀬戸川付近にあった阿賀滝や長坂遺跡の紹介もしています。はい、遺跡などから出土した土器や小瓶などを展示しているんですね。はい、定期的に展示の内容を、変えていますので、その都度ご確認いただければと思います。はい、それから以前この番組でも紹介いただいた8階の天体観測室、昼間は太陽、夜は星の観察ができます。詳しくはホームページや市の広報誌をご覧いただければと思います。はい、わかりました。矢部さん、展示会や講座、会議などができるお部屋についても教えてもらえますか。はい、わかりました。4階のギャラリー朝日、5階のクスノキホール、6階のひまわりホール、そしてイベントステージがのある別館など一般の方に利用していただけます。利用料金や申し込みの方法など詳細はスカイワード朝日の事務所か尾張朝日市役所大正会へお問い合わせください。細井さん、7階のレストランには行ったことございますか。まだないんですよ。まだないですか。はい、レストランスカイワードではモーニングとランチを楽しむことができます。季節の料理や今限定のメニューのチャウドンとミニ天丼セットがおすすめのメニューですが、なんといってもレストランから見る景色は素晴らしいものがあります。営業時間は午前9時から午後4時まで、定休日は毎週月曜日です。午後7時から午後9時までの時間帯は貸し切りでパーティーなどを行うことも可能ですので、ぜひレストランの方にご相談していただければと思います。はい、ここスカイワード朝日は少し高台に立ってますもんね。そうですね。そしてさらにその7階にあるレストラン、眺めはとってもいいでしょうね。まあ、夜はもうすごい好評ですね。私もぜひ行ってみたいです。はい、景色といえば9階地上およそ55メートルになる展望室も負けてないです。天気が良ければ昼間は御嶽山や名古屋駅があるセントラルタワーズも見ることができます。そして今の時期は朝日城の南側にすくすく育っている田んぼアートも楽しめますよ。そうなんですね。朝日城から見る田んぼアートとはまた一味違った眺めになりそうですね。その通りです。一方夜は夜景を楽しむことができます。はい、尾張朝日の街並みもとても綺麗ですが、モリコロパークの観覧車やデジタルタワーを見ることもできるんです。展望室は何時まで開いてるんですか。はい、午後9時半まで営業しております。はい、先日この展望室で夜景を楽しみながら、紅茶の会も開いたんです。あ、そうなんですね。はい、
夜景を見ながら紅茶を飲むなんて尾張旭市を堪能できるイベントだったんですよね。はい、大変多くの方に来ていただきまして、大変大好評でした。そうですか、はい、他にもイベントたくさんやるんですか。はい、では8月15日以降のイベントを紹介いたします。はい、9月1日まで4階のギャラリー朝日で行っているのが毎年恒例創作折り紙切り絵展です。会場にはおよそ200点の創作折り紙の作品が並び、中には大きな恐竜の折り紙もあります。はい、折り紙も素晴らしいですが切り絵も見ものですよね。とても繊細に表現されてますもんね。そうですね。8月24日土曜日はアサピーの折り紙を折る講座を開催します。担当の講師が丁寧に折り方をお伝えしますので、ぜひ会場に来ていただければと思います。はい、申し込みなどは必要ありませんので、尾張旭市スカイワード朝日の5階クスノキホールへ直接お越しください。はい、ところで細瀬さん、アサピーの折り紙こんな感じなんですが、これは矢部さん作なんですか。とんでもないです、先生が とんでもない、はい、作られた方でございますなんだ残念。アサピー折り紙にしてもとっても可愛いですね。実際こういうものを作るので、ぜひ皆さん会場に来ていただければと思います。楽しみですね。8月31日は楽しい夏祭りが行われます。イベントステージでは和太鼓やダンスが披露されるほか、正面玄関では午前11時、午後2時、午後4時の3回バルーンアートの実演と無料配布を行います。ご家族やお友達と夏の良い思い出を作りましょう。はい、イベントの他に教室などもやってるんですか。はい、自主授業といたしまして、ヘルスアップ教室、内容はですね、骨盤体操、ヨガ教室、ヨガ教室ナイトバージョンを今現在行っております。はい、大変好評ですので、広報誌や、ホームページを見ていただきまして、受講していただければと思います。はい、わかりました。展望室からの夜景や尾張旭市を望むレストランでのランチなど、皆さんにぜひ足を運んでいただきたいですね。はい、それでは矢部さん、最後に開館時間と問い合わせ先教えていただけますか。はい、開館時間は午前9時から午後10時まで。問い合わせ先はスカイワード朝日、電話番号 52-1850 にお願いします。はい、矢部さんありがとうございました。ありがとうございました。続いてその他の話題です。レディース健診、昭和49年4月1日から平成8年3月31日生まれの女性を対象とした健診です。実施日は10月2日水曜日から4日金曜日の3日間、時間は午前9時から11時までと午後1時から3時まで、保健福祉センターで行います。定員は先着各120人です。一般審査と骨粗鬆症検査には各500円の費用が必要です。8月15日木曜日から電話か窓口へ直接お申し込みください。お問い合わせは保健福祉センター内健康課、電話番号 55-6800 へお願いします。吉ヶ池湿地秋の一般公開、旭ヶ丘町にある吉ヶ池湿地を9月7日土曜日、8日日曜日、12日木曜日の3日間、午前9時から正午まで一般公開します。費用は無料でどなたにも来ていただけます。また車でお越しの際は吉ヶ池南側の旭ヶ丘運動広場内に臨時駐車場を設置しますのでご利用いただけます。動きやすい服装、歩きやすい靴でお越しください。問い合わせは市役所産業課農政係、電話番号 76-8133 へお願いします。皆さん、8月15日号はいかがでしたか。9月1日号はご覧の内容でお届けする予定です。それでは次回もお楽しみに。さようなら。